北田町駅は、静岡県浜松市北田町にあった、遠州鉄道奥山線の駅である。奥山線の廃線に伴い1964年11月1日に廃駅となった。列車交換可能な交換駅であった。その他、貨物ホームを有する規模の大きな駅であった。戦前、戦中は、軍事物資と兵員の輸送で賑わったというが、付近の日本楽器が、 飛行機の部品製造を打ち切った後、貨物船が撤去され無人化、さらに廃止に至った。廃止時点で、単式ホーム一面一線を有する地上駅であった。列車交換設備を有さない、無人駅となっていた。戦前、戦中は、軍需施設が多くあった。2007年8月時点では、緑公園という小公園となっており、傍らには、奥山線、 北田町停車場跡と記載された石踏みが立っていた。また、縁鉄浜松駅跡から東駅跡までの線路跡は、1997年時点では、細い路地になっていた。2007年8月時点でも同様であったが、新川沿いに、川の南側を走っていた区間は、堤防の位置も変わったようであり、堤防脇まで人家が立ち並んでいるために、痕跡はなかった。 2010年時点でも同様であった。当駅跡から元白型の線路跡は、1997年時点では、縁鉄浜松法同様、細い路地になっており、2007年8月時点、2010年時点でも同様であった。ありがとうございます。